ね。あと、すぐ。ざっす。どうも、わっさー。ざっすー。わっさです。わっさ大輔です。あれあれあれ、わっさ大輔、わっさ大輔です。これがわかる人は多分いない。これは、これお願いします。わっさわっさです。なんかね、君たちね、朝弁をサボっていたんじゃないかなという、私呼ばないってことは。え、どうなの、なんか、うん、ぶっこんでばっかりいたんじゃないのかな、なんか謎の。買うとか、売るとか買うとか。う, ね、うーん、けしからん。取引に引っ張られてます。うん、私とまず取引した上で、それをやる。そうですね。で、久しぶりの朝弁なんですけど、じゃ、N っ子がですね、なんか、じゃちょっと気になることを私にちょっと言ってみたら、私が。ありがたいか、ありがたい会社、おれこう来て、おれ魚人空手みたいな。あの、羊なんですけど。はい。羊なんですけど、魚人空手覚えたい。いや、なんか、うん、抽象的に言うと、考えるスピードを上げたいです。考えるスピード。こう呪いのから。そう。この速さで。その回路ですよね、やっぱ。この速さで。鉛筆ロールみたいだったんです。まんざらじゃないけどね。いや、なんか、いや、まあ、僕のクライアントさんは、やっぱりこう、まあ、ダイエットの人もいるわけで。まあ、そういう人たちが太ってる原因って、まあ、僕からすると分かりやすい。うん、逆に自分がこう停滞してしまってる原因というのをその考えたときに、なんかそう、なんか強い理由というところまでたどり着けないというか、強い理由つけるところまで、あの、考えることが逃げてるんですね。逃げてるっちゅうかね、それはね、決めるってことなんですよ。え？決めるか決めないかだけなんですよ。何を決めるんですか？だから、その、それを例えばやるとか強い理由だとか。ああ、そっか。だから、その、今、N沢が言ってることは多分ね、その、何かがあると強い理由になるって思い込むんですよ。はいはいはい。で、確かにそうなりがちなんです、生きてると。うん。だけど、もう決めるしかないんです。うん、っていうか、その、何かがあると強い理由ってやってるのは、それはですね、あの F っ子が書いた本に書いたんですけど、ええ、自分を動かすリモコンを他人に握られちゃってるってこと。つまり、自分で決めるってことは、もう自分のリモコン自分で操作できるわけですから、うん、これが強い理由にしようとか、これを強くやろうとか、やらないとことかを自分で決めるだけなんです。まだそのなんかうーんってなってるのは、それまだちょっと人に操作されちゃってる方から抜けれてないという。うん。いや、それめっちゃ感じます。なんか自分の人生自分で生きてるのかなって。そうなんですよ。だから、もう強いか弱いかは自分で決めればいいんです。なるほど。で、さっきちょっとね、そういう戦争の話とかそういうの出てましたけど。うん。まあ、もうそういうことなんですよ。決めるか決めないかと。確かにリモコン自分で操作してるのか操作されてるのかって話ですね。前もちょっと違うとこから話したと思うんですけど、この日本のなんかツケみたいなどんどん若い世代にこう、ま、後回ししてるんですよ。うん。で、それ誰が責任取るのっていう、誰が悪かったのっていう、うん、今の世代が悪いのかっていうと、その前の世代が悪かったりするわけですよ。うん。その前の世代が本当に悪かったかなっていうと、その前の世代も前の世代から受け継いじゃってるわけですよ。うん。ってなると誰も悪くなくなっちゃうんですね。そうですね。で、誰が、あ、これは俺の責任で何とかしなければと決めれるかどうか。別にそのまま被害者ですよ。宮崎を土下座せんといかんほどの責任を別に持ってないですからね。うん、でも彼は思ったんですよ。宮崎を土下座せんといかんって。うん、だから土下座したんですよ。うん、で、今はなんかテレビでくだらないことばっかり。知ったような口聞きやがって。なんか変わっちゃいましたよね。あ、なってますけど。うん、そうですね。で、それでまたブレイクしそうなのがあの橋本です。
あ、なんか偉そうなことずっと言い続けたら急にまたブレイク、うん、ブレイクブレイク、まあね、政治家なんてそのものということで決めてください。常に常に、だその強い理由が来たじゃなくて自分でもうこれを強い理由としてやるんだと決めて、なるほど、うん、俺こそ侍の精神と言えるのではないでしょうかというこの私どうですね、このここ見てください。え、ここここどこですか、口ですか、こここの口のこのところドヤドヤドヤ口が出てる可愛いですね。なんか綺麗です、なんか綺麗になりました。綺麗になってないけど、まあ最近あんま使われてないからね魂は綺麗かもしれない。まあ、あの寒くなると白は映えるって言いますからね。お、映えてる、これを見てください。すごい。ということでね、そろそろね、あいつがあいつらがやってきそうなんで。いや、でも今日はあの濃いですね、だいぶ。ちょっとまとめるとどういうことかな、ちなみに。いや、もう、手綱は自分で締めろってことです。そういうことですよ。リモコン、自分のリモコンをまず自分で取り返せということですよ。うん、You are sure ってことですよ。愛で空が揺れているってことですよ。北斗家。俺との愛を守るため、お前は旅立つんですよ。いや、マジで、今年中に。どうせ明日を見失っちゃうから。愛を取り戻せんのだわ。それずっと叫んでてほしい、スクールまで。ってことですよ。いやパンチラインです。うん、今、最後までつなげたかもしれん。すごい。今、愛を取り戻せで全部いけたかもしれん。そうっす。日本を救うから、愛を取り戻せになりました。取り戻さないと、もう、終わったになっちゃいます、ね。うん。あれあれ今分かりました、今分からなかった、ね、終わった。あーちょ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 、そうですね、終わったって、あの、神谷先生は必ず、最後終わったっていう。ありがとう、トリビアですごいあれだったかね、ありましたね。マツコのやつでも取り上げられてた気がします、あれ。取り上げられてました、最近してみましょうっていう時、神谷先生あまりにもあたたたたたが長すぎてちょっとドン引きされたいつもありますけど、ね、まあ、そんな感じなんで、まあ、米沢が愛を皆さんね取り戻せるかどうかご注目ください。これ 愛ですね、テーマは愛です。ということで、今日の復活、アサベンジャー、リベンジャー、ベンジャーでした。またねー。そう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 。